暖かな春の午後、初めて訪れた日のことを思い出す。ユミもパパも私も緊張してたな。ここに来るのは今日で3度目。ママ、今日はとってもお天気だね。まさしくんにまた会えるかな。こんにちは、ユミちゃん。あ、まさしくん、こんにちは。ここでは美味しい紅茶とクッキーがウェルカムの印。ユミちゃん、クッキー食べたら下で一緒に遊ぼうよ。うん、何して遊ぼうか。わあ、みんな楽しそう。パパとママも一緒に遊ぼうよ。ママ、私たちにも5本読んで聞かせて。パソコンで絵を描いてみたいな。先生、教えて。いろんな楽器があるね。まさしくん、一緒に演奏しようよ。みんなとっても楽しそうね。今日はあったかいからお庭に出て遊ぼっか。ポカポカ気持ちいいね。あ、チョウチョ。チョウチョさんも楽しそうに飛んでるね。チョウチョさん、待って。広いお庭で楽しかったね。うん。ママ、一緒にお風呂に入ろう。みんな偉いね。夕ご飯のお支度してるよ。私もお手伝いできるよ。今日の夕ご飯は何かな。パパ、ママ、今日は楽しかったね。あ、一番星。明日もきっと楽しいよね。ここでは子供と家族が主役です。子供や家族がその日にしたいことをサポートする。心から安心して自由に過ごせるみんなのお家、それが子どもホスピスです。